府連会長の西田昌司でございます。本日は、京都府連の第71回の、大会に、ご参集いただきまして誠にありがとうございます。まあ、昨年は、コロナ禍のもと、大会を開くことができなかったわけでございます。今年もまだ、この京都府間には緊急事態宣言が発令されておりますけれども、今回はあえてですね、この大会を開催させていただきました。まあ、その意味は、この自民党の党本部におきましてもですね、党大会を開催させていただいておりますが、まあ、特に今年は、この衆議院の任期が、10月で、任期になり、必ず、衆議院選挙が行われるという、まあ、政治日程があるわけでございます。そして一方で、コロナ禍の下でですね、なかなか、正しい情報がですね、国民にまた府民市民にですね、十分伝えきれなくてですね、いろんな誤解からいろんな不安不満、まあ、そういうものが、蔓延しているという実態がありですね、府連大会を通じて、党員の皆さん方にしっかりとした、正しい情報をですね、共有していただいて、この、日本の今の危機を乗り越えていかなければならない、まあ、そういう思いから、大会を開催させていただいたわけでございます。まず今の現下の一番状況はですね、このコロナウイルスをいかにして抑えていくかということでありますが、まあ、一つは、ワクチン接種をですね、いかに早く、速やかに、全国民に、この接種していただくような仕組みを作るということでございます。まあ、京都府におきましても、この、発表されている数字よりもですね、発表されている数字は入力された数字ですから、実際には、その数字よりもかなり上振れのワクチン接種が来ていただいておりますし、今日は市立病院協会会長の、自民党の顧問のこの清水先生にもですね、お越しいただいておりますけれども、これから市立病院の方でも、このご協力いただいて、イオンモールなどのですね、もう大規模な接種会場で、毎日、この接種をしていただくということも決まっております。また大学などもですね、接種が始まりますので、間違いなくこの接種が増えていく。そして、海外の例から見ましてもですね、大体5割から6割を、超えた、接種をされた方が、超えたあたりからですね、急激に、この新規の感染者数が減っているという実態がございます。ですが、日本におきましてもですね、このコロナのワクチン接種がしっかりできればですね、こうした今の窮屈な事態は私は対応することができると思っているわけでございます。そしてまた一方で、まあ、そういうふうに大きな、このワクチンの効果も期待されておりますけれども、もともと日本においてはですね、昨年から、まあ、この2年目に入っておりますけれども、コロナによる感染者数というのはですね、欧米各国と比べましてもこれはもう一桁違う、患者数であります。そしてさらにそれで亡くなった方の数もですね、1万数千人ということでありますけれども、このいわゆる、このコロナ以外で、亡くなる方ももちろんおられますので、超過死亡者数という観点から見るとですね、まあ、コロナウイルスで、特段、たくさんの方がですね、昨年1年間で死なれたという事実はございません。一方で欧米などではですね、コロナが死亡原因の、トップ3ぐらいに入ってくるということで、非常にまあ猛威を振るって死亡者も増えているわけでございますけれども、そうした国の時代とは随分違うんだということもですね、我々は知っておかなければならないと思います。まあ、そして、そんな中で、この今緊急事態宣言がありますけれども、一番大事なのはこの医療崩壊を招かないと。まあ、そのために、まあ、このできるだけ人流を制限しているわけでありますけれども、しかしまあこれもですね、いつまでも、府民の皆さん方に、窮屈な目をお願いするして、いただくわけにはいかないわけであります。まあ、そこでですね、我々も京都府などにもですね、提案をしてお願いしているわけでございますが、病院の方もコロナ病床というのをですね、作っていただいたりもしておりますけれども、なかなか現場のですね、施設や、病室のこの医師や看護師の先生方を集めて確保するのが難しい。またその後のですね、病院の経営などを考えると、なかなか、コロナ病院に、認定されるのもなかなか経営上しんどいと、まあ、こういう話も聞きます。まあ、そこで、京都府の方ではですね、聞くところによりますと、今は、京都駅前で、ホテルなどを通じてですね、待機場所にしていただいておりますけれども、まあ、いざとなったらここにですね、医師や看護師をしっかり当番で来ていただいて、
そしてさらにはですね、酸素吸入の、装置なども置き、もちろん、薬の投与などもすると、まあ、いわゆる医療行為をしっかり、この初期の段階の医療行為がしっかりできるという仕組みをですね、作っていただきますと、ここを病院認定していただきますと、ベッド数自体がですね、もう大幅に増えると、まあ、そういうことによってですね、私は緊急事態宣言のこのステージの上振りをですね、抑えることができるのではないかということも期待しているわけでございます。まあ、いずれにしましても、今はコロナとの戦いでありますから、まあ、この戦いを乗り越えていくためにはですね、非常事態の、いわゆる、まあ、有事体制、平時ではなくてですね、有事体制を医療体制の中でもですね、組んでいただく。でそのことによって、国民の、まあ、有事体制の今、行動制限をお願いしているわけでありますけれども、国民だけにですね、そういうお願いをするんじゃなくて、ぜひ、医療関係者のお力をお借りしてですね、医療関係者の体制を、有事体制にしていただくことによってですね、しっかりこれを乗り越えていかなきゃならないと、そういうものもわけでございます。もちろん、その分の、負担やですね、費用などは、国が責任を持ってですね、お支払いするのは当然でありますけれども、まあ、そういう体制が今だんだんできつつあると。そうなりますとですね、先ほど言いましたように、世界中の中からもですね、日本の今のコロナの感染状況というのは、相対的に見るとですね、随分安全な状況になりつつあるわけでございますから、当然オリンピックをしてですね、世界の国からですね、アスリートの方をお迎えして、この大会を成功に導いていかなければならない。これは何も、オリンピックをやるというのはですね、この方々が、まあ、超人的な、この身体能力をですね、日々の研鑽練習の中で鍛えてこられています。それは日本だけではありません。世界でそういう方々が今の、オリンピックがあるものと信じてですね、研鑽をしていただいております。そしてその方々が東京に集まっていただいて、まあ、素晴らしい自分たち の演技を競技をしていただくことが国民の感動を呼ぶ。で国民の感動を呼ぶことがですね、やっぱりコロナをこれから克服して次の世代にしっかりとですね、この希望のあるそういう国づくりの、まあ、一つのですね、大きな希望を見せていくことにも私はなろうかと思いますので、ここはしっかりですね、国民が一丸となってですね、オリンピックも成功させる方向で心を一つにしてやっていかなければならないと私は確信しているわけでございます。そしてさらに、まあ、それが終わりましたら、選挙などがありますけれども、これから先の一番大きな問題はですね、コロナワクチンがある程度、まあ、5割6割打たれてきましたらですね、その後大事なのは経済対策であります。で経済が、まあ、非常に人流制限のためにですね、滞っているところがたくさんあります。もちろん、この巣ごもりというので新たな需要で大きな利益を上げていられる会社もあると聞いてますけれども、しかし落ち込んでいるところは非常にもう死活問題の押し込みになっているわけでございますので、こういう方々の事業をですね、しっかりと継続して、そして V 字回復に持っていくためには新たな財政出動もですね、これから考えていかなければならないということだろうと思います。国会の方はですね、この16日で会期末を迎えますけれども、我々自民党の中でですね、今はこの予備費対応でその分の予算というのはできますけれども、この夏以降に向けてですね、次の国会でしっかりそういうことができますように党内の議論を加速させていかなければならないと考えております。まあ、いずれにいたしましても、今年去年とですね、コロナ禍で、まあ、大変、大きな、痛手、また、教訓もそこから得るものもたくさんあったわけでございますので、これを次の時代しっかり生かしてですね、もう一度日本が、再浮上できる、まあ、その担い手としてですね、我々自由民主党が皆さん方と一緒になって、国を引き立っていく、まあ、そのことをしっかり皆さん方にお誓い申し上げまして、冒頭府連会長といたしましての、ご挨拶に帰りたいと思います。本日はお集まりをいただきまして誠にありがとうございました。頑張りましょう。